ずっとね、まあ、水平線に。モアナ。ノアコインのドラマ全然始まらないんだったら俺が先に始めちゃうよ。はい、ということでですねはい、はい、今日なんですが、ノアクルーのね皆さん、ノアホルダーの皆さん、そして僕のリスナーさんで、ノアコインのねまたねチャートがね爆上げする動画が見たいと言ってくれたあなたに、あなたのために、本日はですねノアコイン爆上げチャート予想をしたいと思います。はい、それではねよろしくお願いします。はい、それではですね早速ノアコインの今後の値動きを、私ゆうきがですね、予想します。まずノアコインはですね ICO じゃない、取引所に BITBTC にね上場してした ところから始まります。 BITBTC にドカーンと上場して値を、高めました。でその後ですねダブルトップを作って下落します。ドカーンと下落しました。でその後ですね、期間にしたら6ヶ月とか半6ヶ月ぐらいかな、うん、5ヶ月ちょっとわからないですけどティッ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 とね、まあ水平線を、ね、保つかのような動きをして途中で一度ノアが上がってきたと言って多少は吹き上がるんですがやっぱりダブルトップを振って下落すると。下落してこのまままた横線で波を作っていくんですがここで押し目を作ってはい、やっぱり下落するというはい、マイナスですよこれ。マイナスです。沈没沈没です。まあ船が沈没しましたはい、ということでですね、今回、ノアコインに期待されている皆様悲しいお知らせがあります。ノアコインの、ノアコインのチャートはですね今後の未来は今のようなあれなくなっちゃったよ、うん、ね、このような、チャートを作ると、ね、うん、前回とは全く逆のね、あのパターンを、チャートをね、これから形成していくであろうと思います。その証拠にですね、現在 0.07 円になっています。はい、誰もが予想しなかったとは思う、ね、値段になっているんですが、まあ、この、ね、0.07 円からさらに下落して、このね、ホワイトボードの枠外で突入してでノアのね、船なんですが、大事なっていうかね裏情報がありますノアのね船で。あ、本当ですか。実はあれで泥船だったんじゃなくて、ええ、あれはね、素材がね饅頭でできていた素材が饅頭でできていたことが判明しましてあんこが漏れてですねあんこが水の中で漏れて沈没したっていうねそういう情報が今ね海情報で流れています。まんじゅうでできてましたね、はい、そんなわけですね、はい、あまりね、あまると思った皆さん残念でしたノアの箱舟はまんじゅうでできてます素材がこれからで終わりです。はい、もしよかったらねチャンネル登録ね、してください。コメントしますか。チャンネル登録するかな。ありがとうございました。ノアプロジェクトいいかよく聞いとけな。
俺はな、今な、こういうな、冗談もな、ここに書いたけどな、前回俺は調子に乗って、な、エンターテインメントとはいえ、上がったチャートを形成して、爆上げするというな、うん、そういうあの予想をしたんだが、うん、それとは裏腹に、全く逆の方向に行きやがってよ。どうなってんだ、本当に。なあ、え？ノアちゃん、どうしたの？ねえ、僕が可愛がってるノアちゃんじゃないんじゃない？それちょっと。ねえ、いつもさ、ね、いい子、いい子してさ、ね、優しくさ、してさ、ね、あもう、拗ねればさ、ね、ノアちゃんは拗ねちゃうからみんなそっとしときましょうね、とか言ってさ、ね、YouTube でわざわざ上げてさ、ね、ノアちゃんが騒ぐと嫌がるから、ね、騒がなんときましょうね、とかね、そういうことずーっと言ってきたよ、俺は。ね、言ってきたよね。確かに。ね、ねえ、それなのに、お前、俺のこと裏切ったら承知しねえからな。覚えとけよ、ほんと。だからな、今日はな、逆のチャート描いてやったから、悔しかったら上がってみろ。いいか。悔しかったら上がってみろよ。わかったな、ノア。じゃなきゃな、お前もうな、俺縁切るからな、ほんとに。わかったか。そういうことで、あっちにもいました、あっちにも。どうしたんですか？頭のお店溶けちゃってるんですか？どうしたんですか？いかにを集めるんだ。なんでノアコインを集める？きしょー、てきしょー。わかります、わかります、わかります、本当にわかります。わかりますよ、本当にもう。はい、次週、あっちにもいますね。